みなさんこんにちは。今日はステーキ肉でブルーチーズドレッシングサラダを作っていきたいと思います。今日はアメリカンビーフの肩ロースステーキ肉を用意しました。ステーキ肉は焼く直前の30分前に出しておいてください。その他の材料はこちらになります。まずはドレッシングを作っていきましょう。ボウルに塩、胡椒、お酢を入れてよく混ぜたらオリーブオイルを入れて乳化するまでよく混ぜてくださいね。このように少しとろみが出てきたら用意したブルーチーズの半量はサラダの最後の飾り用に取っておいてください。粗くちぎってドレッシングの中に入れてしまいます。そしたら混ぜていきましょう。たくさん混ぜずに軽く混ぜるぐらいでちょうどいいと思います。じゃがいもは皮付きのままよく洗ってくださいね。洗ったらラップに包んでいきます。ラップに包んだらレンジの600ワットで2分、上下を返して1分加熱してください。出来上がったのがこちらになります。皮付きのまま切っていきます。半分に切って食べやすい大きさに切っていきましょう。次にサラダをちぎっていきましょう。サニーレタスは一口大に切っていってください。ルッコラも葉っぱの部分をちぎっていきましょう。紫玉ねぎを切っていきましょう。なるべく薄く切っていきましょう。それではステーキを焼いていきましょう。焼く直前に塩と胡椒を振っていきます。まず塩を振っていきましょう。お肉の全体に塩がまぶすようにしてください。裏面も同様に塩を振ってください。次に胡椒を振っていきます。裏面も胡椒を振っていきましょう。それではお肉を焼いていきましょう。フライパンにサラダ油を入れて強火で熱しましょう。フライパンがよく温まったらお肉を入れていきましょう。ここで触らずに強火で1分ちょっとかな、焦げ目がつくくらいまで焼いていきましょう。焼いたか確認してみますね。いい焼き色です。返していきましょう。裏面も同様に焼き色がつくまで焼いていきましょう。美味しそうな匂いがしてきましたね。裏面も焼けたか見てみましょう。美味しそうな焼き色がつきました。ここから火を弱くしていきます。ここからはお好みの焼き加減まで火を通していきましょう。今回はサラダに使うのでミディアムレアにしたいのでこのぐらいの弾力で大丈夫かと思います。やけどに注意してくださいね。好みの焼き加減に肉が焼けたら火を止めてアルミホイルを用意して包んでいきましょう。ぴったりと包んでくださいね。この状態でステーキを休ませましょう。お肉を休ませ終わったら切っていきましょう。肉汁が出てるのでクッキングペーパーなどに置いて少し拭き取ってあげてください。それではお肉が美味しそうに焼けたので切っていきましょう。今回はサラダに使用するのでそぎ切りにしていきましょう。それではサラダを盛り付けていきましょう。お肉を乗せたらドレッシングをかけていきましょう。先ほど残しておいたブルーチーズを粗くちぎって乗せて、これで完成です。
美味しそうと思った方はグッドボタンをお願いします。チャンネル登録もお願いします。